どうも、おてこ TV の朝日と申します。本日もご視聴よろしくお願いいたします。オリンパス、昔のロゴのオリンパスの顕微鏡が2台あります。はい、今日はこの顕微鏡を使って、昨日ね、あの油膜の正体はあのバクテリアの死骸じゃないかっていう、そういったお話があったんだけれども、違うんじゃないのと、だったら顕微鏡で見ればいいんじゃないっていうコメントいただいて、なるほどねと。で、私のところにあった顕微鏡なんだけど、もうこれも古いんだよね。もう古いんですよ、とにかく古い、うん、めっちゃ古くて、でこれ開けるね。検査した人の名前書いてるから、あの手で隠してるけど、昭和37年9月29日ということで、すんごい古い、オリンパスの顕微鏡で、こっちはねヤフオクで買いました、昔。ただね、状態が悪すぎて使い物にならなかったんだけど、低倍率だったら見れたから、まあ、いつか使おうかなってやつだけど、ちょっと今回はその最近を見るから、ちょっとこれ結局使えなかった、うん、使えなかった。ただ昨日の今日だから何とかしなきゃなと思って、実はね、あの朝日家にもあのちっちゃいこのオリンパスのあって、でもロゴ一緒っしょ、だ多分ね古いんだと思うんだよね、これもね。でこれはこっちのちっちゃい方なんだけど、これが300倍まで見れて、で300倍が綺麗に映ったんですよ。綺麗に映ったから、ちょっとこっちで今日は撮りました。ただ300倍でもちょっとね、その最近まではあの先に言いますけど見れなかった、うん、見れなかったんですけど、せっかくここまで出したからちょっといろいろやったんで、まあいろいろ見たんで、それをちょっと眺める動画になります。はい、で油膜まず見ていこうと思うんですけれども、これね、プレパラートはこれに、わかるかな、ここら辺に油膜あるの分かりますよね、分かりますよね、うん。でこれをこうちょっと遠く離れたとこから、入れて、はい、こうゆっくりやると、ほらついてるの分かる、ついてるの分かる、はい、これで油膜が採取できました。これね、で片面だけ、両面ついてたから片面だけ、ティッシュで拭き取って、でここにこうセットして、ここにセットして、覗き込んだ、その映像がこちらになります。こちらね、40倍の、映像で一番ね倍率が低い、ものなんですけれども、まあ、小さい微生物がそれでも観察できますね。さっきのようにただ水面にプレパラートドブンとつけてすくい上げただけなんですけれども、結構微生物がね湧いてるんですよね、うん、ちょっと何なのかまでは分かんないんだけど、動物性プランクトンってやつですよね、きっと。で倍率をちょっと変えて150倍でございます。まあ、さっきよりもちょっと大きくね見えますよね。これでも何なんだろうな、ちょっと分かんないですね。で全体的にモコ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 っていうか、まあ霞んでるようなのが見えると思うんだけど、それが全部油膜の膜なんだけれど、うん、でこれが300倍、さっきのちっちゃいやつがここまで大きくなったけど、まあ結局最近はもっとちっちゃいはずだから、そこまではやっぱ見れないなっていう、まあ印象ですよね。うん、一応いろいろ見てみたけど、まあ一応あのプレパラート全体に油膜がうっすらついてる状況なので、まあこのなんていうの、デコボコしているのが全部油膜ではあるんだけど、うん、でさらにこっから iPhone の、ズームを使って、まあ、300倍からさらにズームしたけど、やっぱね、画質が悪くなって、さらにピント調整が微妙すぎて、やっぱその倍にはした、あのズームしたけど分かりづらいって形ですね。で、一番、もう一回ね、一番倍率の低いもので、全体的にこう見たらどうかっていうことと、あと露出を変更することで、カメラの方のね、まあ光を加減することで、ちょっとね、立体的にも見えたので、それで今撮影しています。そうすると、やっぱね、なんかちっ
ちゃい、すごいちっちゃい微生物っぽい、なんか細長いやつの集合体みたいのは、まあ見れなくもないから、まあこれがもうちょっと倍率ね、上げれば、まあバクテリアを観察できるのかもしれないんですけれども、ちょっと今手持ちのものだと、まあこれが限界かなってところですね。300倍でも結構探したんだけど、やっぱうまくは映らなかった形です。まあそうなってくるとね、なんかいいの買いたいなって思ったり、まあそんな感じです。はい、どうでしたかね、うん、まあまあまあこれで何か分かるか分かんないけど、一応まあいろいろあったなみたいなで、ちょっとこれだけじゃねちょっと物足りないなと思って、皆さんせっかく出したからね、だったらミジンコを見てみようかなみたいな、ミジンコを顕微鏡で見たこと、まあ顕微鏡は結構 見たことある人いるのかな、ちょっと一応覗いてみました。んでこれが大ミジンコでございます。これ40倍なんだけど、もうはみ出してますね。さすがにでかいわ、うん。肉眼でも見れますからね。うん。んで、目玉はね、1個しかないから、多分中央にあるやつが今見えてるんだけど、結構つぶら。あと、これなんかすごい、なんていうのかな、表面がデコボコしてるんですね。なんか不思議ですね。こうやって立体的に見えますね。ちゃんとね。うん。なんかメガネでもちょっと泣いてる感じ、うん、に見える。まあ心臓がどれかわかんないんだけど、心臓があるのかどうなのかもちょっとわかんないんだけど、なんかすごいいっぱい動いてるっていう印象で。うん、田舎っぺ大将が泣いてるところの目に似てますよね。わかるかな、それ。ドボチテドボチテの目。うん、どうですか。結構かわいい。目がつぶらですよね。目がつぶらだったな。ただね、ちょっと大ミジンコだったから、ちょっとはみ出しちゃったから、今度貝ミジンコ、貝ミジンコどうぞ。続きましては貝ミジンコ。まあ先ほどね、大ミジンコと違ってトゥルンとしてますよね。トゥルンとしてる。でやっぱこれも40倍だけど、ちっちゃいから全部入り、映るって感じですね。うん。でまあ足か触覚かわかんないけど、動かしてジタバタしてて、まあずっとぐる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 回ってるんですけど、うん。でも色がね、なんか綺麗なんだよな、これよくよく見ると。でこっちはね、子供の方だと思います。もうちょっとちっちゃいタイプで、倍率を上げて撮影したんですけど、150倍かな。うん、臓器がうねうね動いてるのが、まあ、ちょっとピントが合いづらいんだけど、まあわかるかなっていうところですね。はい、ということで、まあいろいろ見ていただきましたけれども、まあまずはね、うん、最初の油膜に関してなんだけれども、ちょっと油膜のやっぱ細菌まではバクテリアまでは特定できなかったので、ただなんか生きてるものがいそうだなっていう雰囲気はあったかなっていうふうに思いました。あとミジンコとカイミジンコ、もうなかなかだったですよね。うん、ミジンコもああやって生きてるのを顕微鏡でねしっかり 見るとまた楽しいなっていう形だったので、まあこちょっとねこっちはねさすがにねきついかもしれないんだけど、まあ、こちらのね、うん、やつ頑張って、これまあちょっとすごい汚れてるけど使ってみたいなっていうにも思いました。うん、で今回ね撮影、これどうやって撮影したかだけお話しとこうかな。今ちょっと手持ちの iPhone 使ってるんだけど、ねこれをこういう形にして、あとライトね、ライトこうつけてまあ、照らしながら、ここにまあ、スマホ取り付けて、でこれをこうしながらカメラのレンズの位置をここに合わせて撮ったという感じです。すんごいね、微調整がすんごい難しい。うん、だからセッティングがむちゃくちゃ時間かかったけど、思いのほか綺麗に撮れたので、うん、だからちょっと私的にはちょっと満足した形ですね。うん、
前あの買った動画、顕微鏡を買った動画しましたけど、あれは返品しました。カビか何、新品なのにカビとかね、なんかクラックみたいのが入ってて使えなかったので、まあそう思うとこのねやつうちにいつからあったんだろう、私が生まれる前かもしれないもんな。それぐらいのやつだけど、なかなか、はい、しっかり活躍できたので、まあミジンコとかあそこらの微生物はこれでいけるかなってところですね。まあまたちょっとちっちゃいこういった世界も、やっていければと思っておりますので、ご期待くださいということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、まあいろいろな生物をいろいろな角度で観察していくこの朝日のデコ TV、 良ければチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと本日の動画、良ければグッドボタン、悪ければバッドボタン、あとコメントどんどんお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、お送りしましたのは私朝日でございました。じゃあ